みの入りで、刻みの入りが一番大事です。刻みの入りから相手が下がった時にワンステップでそのままワンツーに。これも一緒、後ろ足を強く踏み込んでるから、そのまま要は寄せてきた足を利用して送り出す。送り出す。そのままこう体を運んで。ここなるかな。この時大事なのは1本目スポンと入った2本目寄せてきた、この足寄せてきてるから送り出せるわけな。で足とか膝を逃がすことによって体を安定させるわけな、安定させるわけな。それつくよし、そのままちょっとつなげるわけな、安定するから、安定する。それを悪い順でやると1、2、どんどんこうなってしまうと、さっき言った間できるから裏回し合わせる、間作ってしまうから合わせる。だからどっちがいいかわかるよな、速くて隙間ない方がいいよな、つなげる。一緒やん、体の運び方一緒やん、体の運び方全く一緒やん。さっき言ったようにフワッとかけてフェイントからのフェリー、フェイントからの上中とか、基本的に入り方一緒で、出し方が出すワード変わってるだけや、出し方一緒やん。今の1本目が浅かったためにな、またはあえて周りの外からな、周りの外から長く出すためにワンツーに入ってくるからな。こっちで決めるか、右で決めるか、位置で捨てといて、捨て剣にしてそれはもう出し方の工夫やでも、先ほど言うと、体の運び方一緒やそう注意して、ここで回ってみます。よし、ストップ。